どうもこんにちは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6の予想が終了したのでその報告をしたいと思います。今さっきロト6の予想が終わりました。だいたい30分から40分ぐらい時間かけて予想してんけど、やっぱり、自信がないな。予想が大変だった。一応過去の回とか見てそう予想してんけど、でもなかなかピンとくる数字がなかったんよな。まあ明日も予想すんねんけど、多分自信持って購入はできないと思う。だから一口やねんけど、自信があったらほんまに口数増やして勝負できんねんけど、そこまでまだ自信が持てないから一口でずっとやっとんねんけど、僕の来てほしい数字がまだ全然来てくれないから、なかなかその勝負ができないんよな。まだ当分来ないかなとは思っとんねんけど、いやほんまにここ最近のロト6は難しい。どこから来てるのかなっていう当選数字がほんまに多い。なかなか前回の当選数字だけでは難しいな。僕はそれを手がかりに予想してるからなかなか当選できない今のところ。でもまあ外れの回数は多いねんけど、投資額で見たら他の人よりは少ないんかなって思う。口数が一口、多くても三口だから。でも他の人は少なくても5口やもんな。多い人だったら10口以上購入してるから、だからそれから考えたら投資額で言ったら少ないんかな。だからこんだけ継続してできんねんけど、まあ確かに口数を増やしたら当選はしやすくなんねんけど、でもなかなか継続は困難。それに外れた時のショックも大きいもんな、口数多かったら。でも少なかったらまあ外れた時は多少はショックはあるけど、すぐ気持ちを切り替えられるもんな。まあたまに引きずる時はあるけど、でも口数多い時に比べたらまだマシかな。だから僕はもうこれで絶対に高額当選取りたいと思います。一等取ったらほんまに天国やろうな。絶対にこのやり方で一等目指したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。